しました。だから行くよ。俺そこも行けるか分からん。これちょっとじゃあジャンプして映る。おお。あ、これがサスケの多分緊張感。セス両方で持ってきたの結局。そう。ポンポンポン。これもこっちの。はい。じゃあ行きます。Okay. はい。マッスルスタート。これ覚えとかなあかん。よいうえ足うーやったおっ足いた2個目足足を回して、そう、それから2個目。まあそれ僕でしたね、それ。そう、そんな感じ。足、できるだけ良いから。どうするこの後。横に。惜しい。無理。うわ。
ていくやろこれ。捕まった、あっちで巻くかこっちに寄せなあかんかな。もう一回頑張ろうね。上腕パンパンだけどなんか超丸くしてる今。見てこれやば、硬いし。いや、そんなに疲れてはないけど全身使おう。なんか映るのが難しいね。あの後これ人間としてとっても悪いのポジションだからとっても弱い。これ力入らない。ちょっと休憩してもうテイク2ね。じゃあいきます。はい、レディゴーレディゴーレディゴー9、3、5、2、6。これ意外と普通よね。9、3、5、2、6。いきます。はい、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと
けて、うん、両方足つけてから、上半下半身の体の重さはもう全部ここに足ピンチしてるから、体重ここにつけて、で骨盤出して、そのまま一つ手一つ手スイング。で、その軸は全部こっちに持って、手だけこっちにしてから軸を半分半分。にしてで、なんか大抵その6回目とかこういうやるときに下半身をどっかつけてから上半身は後でって感じできるだけ上半身がいたら疲れる。そう、なんか一番早めに下半身をつけてからできるだけそのカルビにグリップにする。 OK、 とりあえずあそこまで靴を脱ぐというのに。はい、ではファイナルチャレンジ、レディゴーレディゴーレディゴー。無理やろ。カイさん、クリアまで頑張ってね。頑張ります。私、次はちょっと飛ぶところをメインで撮りたいな。いつもギリギリなんですよ。うん、ここで構えます。
豆の痛み。痛いね、足が。筋膜リリースされてる。鉄の棒で筋膜リリース。宣言ヒールを左と右ぐらいついて伸びてスイング、足指両方捕まって、それから一つ手ずつ。そうなんだ、背数はなんかこう若干リーチがあるから、うーん、一発でいけるとこ。なるほど、若干リーチが短い。いや、あるんじゃない。1本目が一番いけたの。